いくコメは、台湾依頼県出身の絵本作家、イラストレーター。欧米や日本、大韓民国、大陽国などでも著作が翻訳されているほか、テレビドラマ化、映画化された作品も多い。海外での名義は本性を合わせた、ジミー・レオが多用されている。台北市立中世高級中学、中国文化大学美術系を卒業後、12年間広告会社で、 金虫新聞や雑誌向けのイラストを担当していた。1995年に白血病を患い、3年間の自宅療養を経て、イラストレーターを再開した。1998年、デビュー作となった絵本、森林理的秘密、微小的魚が、中国時報や民生法、連合法などで、相次いで最良図書に選ばれたのを皮切りに、 数多くのヒット作を生み出している。2003年、日本のカルチャー雑誌スタジオボイスの次のアジアを作る AVIP55 人に選ばれた。2006年、ディスカバリーチャンネル台湾人物死にに登場した6名に選ばれた原則として台湾で刊行されたものについてを記載する海外翻訳出版の作品群新築商品上、こ物、広島早雲南公駅のジミー、 作品壁画ラン駅南方の一個広場ギラン駅、前星空貨車、一個広場落成記念で装飾されたギラン駅舎、台北誠品書店での10周年10月、旅行者に北志向者景気浜会議山駅停留所のパブリックアート。ありがとうございます。